はい、おはようございます。今日は本賀川です。和歌山からねフェリーで来て、今週末もイベントがあって10月21日が、山口大堀店のポイント戦でイベントで、10月22日が、ポイント佐賀県の特店さん、でイベントがあります。でね、早めに入って本賀柳川クリニック2つをね行っていきたいんですけども、まあ今回もメインはキング、そしてスパーシーなので広範囲に釣ってるバスを、まあ、釣っていくっていうのに効率がいい巻物で、まあ音楽はね結構カバーもあるし浅いとこも多いからチャターこのブレイクブレイクファインを使ってやっていこうかなと思います。もうほぼこの2つでいます。なので今日は1日できるのでもう広範囲に全域早めに探っていけるチャターでいろいろ南岸して要所要所バスが見えたり横横のテクニックを活かせそうな場所があればキングドリフトクローを作っていきたいと思います。いやあ、ちびちびちびになった。ショック、マジショック。
すげえ。気に入ってた。めっちゃいい出方やった。ペタリペタリ。モンゴ川の牛乳河川。横横。でね、川際を通したら、バフッと。今のは表層。やば。すげえバイトだったな。ここも誰もやってなさそう。ね。遠賀川水系ね。遠賀川のまあ流入河川のね、笹生川っていう川なんですけども、さっきねチャターで一本でかいのが途中でバレちゃって、一瞬乗ってバレちゃったんですけど、そこで釣れた場所がね、水が流れてるところだったんですよね。なので結構まだ夏かなと思って、水が流れ出るような、流れ出るっていうかね、その流入系はまだ上流結構残ってるんじゃないかなと思って、この笹生川の上に上がってきて、まあちょっと流れはないんですけど、そういう水通しがいいとこに残ってたから、そういうとこでいるんじゃないかなと思って、ここに来たらねすぐ、釣れましたね。水の色も五山川に近くて、でちょっと距離も短いから、すごいね、その川幅的にも横横の相性がすごくいい場所なんで、釣れそうだなと思ったらもうすぐ釣れましたね。で今のはもうこの対岸のカバーを平行に通していったら、こうバフって出た感じなんですけど、横横でカバーを攻めるとき、すげえこのなんかもうこのこういう結構倒れてる、覆いかぶさってるような、しかも結構こう返しがないような腐ってる横横にはすごい一番良くて、結構カバーにねガツガツこう当てに行っても引っかかりにくいんで、こういうねちょっと垂れ下がった返しがないような、覆いかぶさったカバーっていうのは結構横横すごいね、誤算もそうですけど釣れることが多いんで、こういうとこはねすげえガンガンカバーに当てて、まあ、ガード付きでやるのが一番いいんですけど、まあちょっとフッキング悪くなっちゃうことも多くなるんで、今はノーガードでやってますけど、そうこういう風にガンガンカバーに入るように横横わざと付け方をそういう風にして、攻めると、今みたいにね結構すぐバーンっていい感じに出ると思うんで、ちょっとぜひお試しください。夕方最後ね、夕方に恩返りに来たトミーと合流してチャターで釣ってたね。ねえ、はい、4分の 1? 4分の1。リズムワークの 4.5 か。4.5 です、ね、なるほど。ですね、でいいね、はい、対岸から素晴らしい。今日私もねキングドリフトクローとチャターをメインにやったんですけども、チャターは1本バレてキングで1本。いやー、ね、でもねやっぱ横方向に反応がいい時期だなってすごい感じだね。はい、全部途中で忘れてましたよね。なのでまあトミーの動画は、こちらマンオチャンネルからどうぞ。絶対いるよなマス。出た、よっしゃよっしゃー、ほら来た、ブレイクブレード、ファイン、よっしゃー、ほらよっしゃ、出たスーパーブレイクブレード、ファインで、ほら、カバーに入れて手前に引いてきたら出た。さっきもあったんだよな、同じような動きが、よっしゃー。